ユーテラ授業チャンネルってことなんですよ。むず、泣きそうですね。もりてつ先生。東大始まりました、マチューチャンネル。さあ、今回ですね、はい、TAWASHIさんに問題を解いてもらうシリーズ、はい、また急展開もう慣れました、ね、いきなりね、はい、もう来ては問題を解かされるっていうですね、はい、TAWASHIさんなんですけども、今回はですね、ユーテラ授業チャンネルってわかります？はい、森田先生がやられてるやつ、ね、そうですね、まああれをね、いつも TAWASHIさん見てると思うんで、はい、復習やってもらおうかなと。あ、わかりました。ユーテラで見てたら確実に正解。そう、もう見てたんだったらね、絶対正解できるはずなんで。じゃあ大丈夫だと思います。はい、第何回が面白かったですか？そうですね、やっぱり一番盛り上がってたのが4回目ぐらい。何の講座の第4回ですか？なんかワイワイやってた。ワイワイやってた。はい、ちなみに今僕何の講座やってるか知ってます？解釈講座。あ、そうです、英文解釈やってますね、はい、なんで、はい、和訳、もう見てたら瞬時じゃないですか。はい、大丈夫だと思います。じゃあ一番盛り上がった4回目か5回かな、その辺はちょっと分かりました。第4回、はい、第5回の問題を解いてもらおうかなと思いますね。はい、まあユーテラ見てる方だったらね、もうあれだってなると思うんですが、はい、問題はこんな感じです。それをですね、TAWASHIさんが和訳本当にできるのかっていうのをちょっと抜き打ちチェック了解です。してみたいと思います。解釈ですね。はい、では行きたいと思いますね。はい、2問ありまして、防衛医科大2019年と神戸大学2021年の下線部2つありますので、はい、そちらを瞬殺で復習ですからやってますもんね。分かりました。もう構文瞬時に取れてできると思うんで、やってみてください。はい、いやー、復習のあれにはだいぶ時間がかかってましたけど、はい、そうですね、やっぱアウトプットが弱いんで、ちょっとやったけど出てこないパターンです。だいぶ悩んでましたけど、はい、構文とか書かないですね、わざわざこう。あ、今回は書かなかったですね。うん、じゃあ最初のものなんですけど、はい、There are often hundreds, if not thousands, to piece for every skeleton or complete a skull we find、はい、っていうやつだったんですが、はい、さあ、どんな感じになりました？いいですか。大抵は、我々が見つけるそれぞれの骨、または完全な形の頭蓋骨には1000本ないしは100本の歯はある。なるほど、はい、どうですか状況として。いや、意味が分かんなかったですね。訳したけど、ね、なんかでも単純に構文取って、はい、前後の文の関係もちょっとつかめなかったんですよ、はいはいはい、なんかそのただそのパレオントロジストって何でしたっけ。あ、学者ですね。パレオントロジストね。ペレオントロジストはなんか学者で、はいはい、なんかその探し当てる人なのかなみたいなことを思って。そうですね、古生物学者ですね。その人がなんか骨を探して、その骨の中にはなんかいくらかあるみたいな歯の話ですよね。でまあみんな多くの人がそういう風に勘違いしちゃうんですけど、はい、普通に考えて1個の頭蓋骨の中に何百本って歯あります？いや、それおかしいとずっと思ってないですよね。おかしいんですよ、はい、そこがつまりポイントだったわけですね。じゃあ正直にそのまま訳しちゃったじゃダメなの？そうですね、だからスケルトンでこの全部のこの骨だと思うんですけど、はい、それとか、はい、この頭蓋骨に歯がいっぱいあるっていうのをみんな結構想像したんですけど、はい、気持ち悪いって思うんですけど、まあそんなわけはないんで。でもティースですね、オブティース、うん、これ歯がたくさん見つかるってことを表してて、まあ if not の部分は多分分かったと思うんですね。まあ1000本となくても、あの100本っていうのは、あ、ちなみにダメですね、 hundred thousand ずって S ついてますから、数百本です。そうですね、何千と言わなくても何百、はい、っていうふうに言わなきゃいけないんですけど、はい、これですね、はい、実は皮なんですよ。むずだから、この頭蓋骨一つに対して歯は何百見つかるっていう、日です。めちゃくちゃむずいですね。はい、対してっていう、どこがそんな For every ですね。ああなるほど、はい、まあ確かにちょっと引っかかったっすもんね、それ。これは For every スケルトン。そうなんですよ、実はこれは、いやむずいっす、これ激むずいやったはずなんだけどやったはずなのに激むず激むず、改めて激むずいっすいやむずい な、これ防衛以来ですか。そうです。いや、これは分かんないと思う、受験生。分かんないと思いますね、はい、僕も思います。だから何でもいいんです。例えば、You get 10% for every item you sell みたいな形で、売ったアイテム全部に対して 10% 得られますよとかっていうふうに、その、対してとか割合を表す for every ですね。for every、そんな用法がありますね、はい、for every は。はい、というやつですね、はい、覚えてきます。やったんですけどね、これね。どうしちゃったんでしょうね。やっぱ人間って忘れる生き物なんで、はい。
はい、っていう、まあこれも引っ掛けるまあまあな問題ですね。そうですね、これはひどいな、うん、ひどいな。で2つ目は、まあ、知識じゃなくても、はい、見たことなくてもいけるでしょっていう感じのやつですね、はい、Are other animals disappearing? At first did not seem to be essential yet without whose activity we could not conceive life。 まあ解いてる間ねずっとコンシーブコンシーブって言ってましたけど、最後のコンシーブライフ、はい、僕の和訳だと最後のコンシーブライフがうまくつながらなくて、あ、なるほどね、強引にコンシーブって覚えてますか？認識とか12時間英語合宿やった時にネイティブとの対話の時に使ってた単語がコンシーブなんですよ、はい、コンシーブコンシーブ覚えてないですね、やっぱ忘れちゃいますね。田橋さんが一生懸命作ってムービーを映画作るみたいでコンシーブコンシーブって間違ってました。言ってましたっけ？ああ、ちょっとテンパってたんですね、あの時、はい、I'm a YouTuberI'm so serious. Right, okay. Well, you're a YouTuber. All right. Difficult for me to earn money. Yeah, I think it's difficult for many people now. I can't conceive the idea of the movie. Sorry, say that. I can't conceive. Conceive.そんな皆さん、さあ何て訳しました？はい、最初は不可欠なものと思われなくても、実はその活動がなければ我々が生活を営めない動物で、絶滅の危機に瀕している動物は他にいますか？あー、まあ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 悪くないんじゃないですか。なんでなぜデスマスタイかはちょっとわからないですけど、言いますかっていう風にしたのかわからないですが、構文はじゃあ取れた感じ？そうですね、最後のコンシーブライブのとこだけうまく分かんなかったけど、ただざっと説がちゃんとアニマルズにかかってっていうのは見抜いてて、はい、で without whose の説もアニマルズにちゃんとかかってるっていうのも見抜けたわけです、はい、で yet が対比だっていうのも見抜けたっていうかですね、 at first、はい、最初はっていうので田橋さんがよくしょっちゅう間違ったやつですね、はい、最初はこうだったけどっていうのでそこを見抜けてるじゃないですか、ちゃんと復習の成果がね出ましたね、はい、成長してますし、 ありがとうございます。あとは、はい、仮定法だっていうのもね、あ、そうですね、 without good ではい、without でそのアニマルズのアクティビティなしには、はい、conceive、想像する、思い描くですよ。ああ、そこまで僕認識しか入ってなかったです、ね。あの時にそこまで拾いましたっけ、はい、そっか、調べた。想像を、はい、生活を想像することができないってことですね。なるほど。それがなかった。conceive甘かったですね、はい。それこそ認識が、ね、conceive の conceive が甘かった。まあそうですね。コンセプトの動詞形ですから。はい。はい、おでもまあ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 ね、この other animals っていうのがまあ蜂、まあこれ蜂めちゃめちゃ出てくるんで、はい、蜂がないと蜂の英語って多いですよね、蜂の英語蜂が題材の長文多いですよね、めちゃめちゃ多いです、ね、あ、その話かとは思ったんですけど、蜂がいないと私たちね、はい、そう食べるものなくなっちゃうっていう長文はめちゃくちゃよく出てくるので、あ、でもね構文見抜けたじゃないですか、これは構文はそこまで心配ないんじゃないですかね、ありがとうございます、うん、また for every はねちょっとね、まあ知らなくて当然だと思うんで、それはもう、ね、できないです、これはもうできない、はい、なんでいやただそれのレベルも分かるとこまで来てるんで、これは成長の証があると、はい、期待できるんじゃないですか、ということで、なんかちょっといつもけなされてばかりというか、はい、厳しいのでちょっと、はい、今日優しくてちょっと泣きそうですね、森出先生がいつもね英作とか文法問題ばっかりでねスペルミス多いです、はい、なのでちょっと今回は田橋さん実は和訳できるんだよっていうのをね見せつけることができたんですかね、はい、じゃないかと思いますんで、はい、よかったです、はい、ぜひですね、田橋さんのチャンネルもはい、はい、お願いします、はい、見てください、お願いします、はい、ご視聴ありがとうございました、 Thank you ありがとうございました。